こんにちは。あはは。なるほど、こういうシンプルな自己紹介の仕方も悪くないな。メインはあくまでこの後披露する歌であって、自己紹介は分かりやすくかつシンプルと。ワンダホーイ！うわあ！ってまたお前か、エム！人の背後から急に出てくるんじゃない！びっくりドキドキした。ドキドキどころか、驚いてスマホを落とすところかと。あ、バーチャルシンガーのライブ見てる。お前は本当にいつも人の話を聞かないな。まあいい、お前も見ろ、勉強になるぞ。勉強？なんで？見ればわかる。どうだ、わかるか？ステージは特別ゴージャスというわけでもない。衣装だっていつもの衣装だ。だというのに二人のこの存在感、演出か、それともこの二人だからこそなせる技なのか、気になるな。むむ、気になるといえば、お前も何か発見したのか。せっかくだし行ってみろ。うん、あのね、怪盗兄さん、なんでマフラーしてるの？バカだった。カイトがマフラーしてるなんて今更だろうが。そうだけど、メイコ姉さんは涼しそうな格好だよ。なのにカイトお兄さんだけマフラーもコートも着てて、はあ、もしかしてすっごく寒がり？バーチャルシンガーに寒いも何もないだろう。だいたいマフラーはカイトのトレードマークだ。しているのが普通だろう。トレードマーク？じゃあパンダに黒い模様があるのと一緒だね。あれは生まれつきだぞ。ありがとう。さあ、さあ、あ、やあ、来たね。待ち伏せしてたの。今日からフェニックスワンダーランドで
共に働く仲間だからね。キャスト用の通用口とかまだ知らないだろ。案内役が必要だと思ってね。それはそうだけど。そういえばネネはこの動画見たかい？イベントに出演したカイトのライブ映像だよ。今期間限定で一部配信されていてね。ルイ、バーチャルシンガーに興味あったんだ。最新技術の塊だからね。もちろん興味は尽きないよ。それに歌声にも興味があるんだよ。バーチャルシンガー、彼らの歌声は物語性のある曲に合うと思ったことはないかい？物語性のある曲？特定の登場人物が歌詞に登場してストーリーが展開される歌といえば分かりやすいかな。ミュージカルの挿入曲もそれに近いかもしれないね。バーチャルシンガーはそういった曲を歌うのに長けていると僕は感じるんだ。なんで？人間だと演技は演じる者の技量や考え方に大きく影響されるだろう。しかしバーチャルシンガーにはいい意味でそれらがない。演出する側の腕次第で曲の特色、魅力を最大限に引き出す歌い方ができる。演出家にとってこれほどイメージ通りに動いてくれる役者はそうそういないんだよ。陽気なポップロックから色気のあるバラードへこのギャップも柔軟性の高さだね。それなりの機材が必要になるからフェニックスワンダーランドでは難しいかもしれないが、機会があれば共演してみたいものだよ。